はいどうも皆さんこんばんは、モッティです。さあ今日もやっていきましょう、ゼルダの伝説ティアーズオブザキングダム、よろしくお願いいたします。はい、ということで、前回の動画皆さんご視聴いただきましてありがとうございました。改めて 100% クリア達成しまして、いよいよラストの新エンディングを見るためのあと残り数パートの実況という感じでやっていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。はい、まあ一応ね、前回も言いましたけども、装備全強化とあとハイラル図鑑完成と、まあいろいろもろもろね、まあそこをやってから新エンディング向かおうと思いますんでね、まあ大体あと3パートぐらいかな、お付き合いお願いします。さあじゃあということでね、まあ 100% クリアの報告をちょっとこの人にやりに来ました。はい、よろしくお願いします。ギャーもう見慣れましたね、もうもはやね、強化しすぎてね。はい、まあ大体ね9割ぐらいまでも来まして、かなりもう残りあとわずかなんですけど、まあとりあえずちょっとまだ素材集めと、あとルピーがね結構まだだいぶ足りてないんですよね、ハイラル図鑑もあるから。はい、ちょっとそこを集めたいなと思ってますが、まあ今日はちょっとまずは新式ね、英傑の服、これ素材全部集まりましたんで、最高まで行きたいと思います。はい、じゃあお願いします。はい、ということでできました。32まで上がるんですね、防御力ね、高いですね。まあ白竜の素材が2個ずつ必要なんでね、少しまあ集めるの時間はかかるかなって思うんですけど、まあでもそんなに大変じゃないですからね、まあ一晩やれば集まるかなぐらいな感覚ですよね。はい、よし、じゃあまあとりあえずまあこの装備でね残り駆け抜けていこうかなと思うのでね。はい、じゃあちょっとまず順番にね、いくつか残りのミッションをやっていきましょう。はい、ということでやってまいりました。キー、毎度ありがとうございますということで、パラセールですね。パラセール今作ですね、なんか29種類あるみたいなんですよ。なので、ちょっとそこをですね、埋めていきたいなというふうに思ってます。で、ちょっと数えますか？1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27。27だ。2個足りない。2個はじゃあ、なんかイベントかなんかで手に入るっていう感じなのかな。おしおし。まあ、とりあえず、最初にね、この辺ですか。馬子、ゴルディンダチョウ。まあ、ちょっとこの辺とりあえず取ってるのを一回記事にしてみましょうか。ね、見本を見せることで、記事にできます。はい。でね、なんでお前オルディンダチョウ取ってるんだよって感じかもしれないんですけどね。これちょっと実は裏があってね、わけがあってね。まあ、ちょっと字幕で入れられたら入れときますわ。オルディンダチョウなんか普通取らないですからね。ガチだしー、見事な敵スタイルガチだしー、俺に記事差し上げるしー。なるほどね。ちょっとこんな感じで、あ、何個かじゃあ見せられるね。ね、馬は多分取ってるじゃん。あはははは、かわいい、育し。育しって言います。はい。記事記事ーすぐ記事に取り返すしー。そうそうそう、うん、なんかね、素材集めとかしてたりするとね結構取ってたりするんですけどね。馬の生地いいかもしれないな、結構色合いが。あ、まだある、まだある、なんか取ってる。グリオークか、あと、あ、ライネルもそうなんだ。あ、ライネルいいですね。あ、ライネルの生地いいかもね。よし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 、いいねいいねいいね、順調。ライネルの生地どんなんなんだろう。あ、でもなんか影みたいな感じになってる感じなのか。はあ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 、すごいな。結構いろいろ撮ってるね。あれですかね、魔物コレクションのね、イベントと、連動しててね。ね、いいですね。楽ですね。オッケー。ライネルは結構いいでしょう。あ、じゃあ、グリオーク。あ、かっこいい、かっこいい系だ。あれだ、小学生のお裁縫箱のデザインのやつ。ドラゴンとか剣とか書いてあるやつ。いいね。あ、まだある。あ、もうない、もうない。オッケーオッケーオッケー。じゃあ、ちょ、とりあえず、まだ記事にできるやつを、とりあえず取ってこよう。はい。コッコ、コーテーグマ、カックーダ、ヒノックス。覚えられないから写真に撮りました。はい。よし、オッケーです。じゃあ、とりあえず、まずこれを、取りに行きましょう。はい。
あ、いた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 。せーの。はい、コッコちゃん、こっち向いて。コッコちゃん。コッコいいですね。いいです。あー、ちゃんとね。あー、で、足も映ってるからね。プラスおまけ点で10ポイントぐらいもらえますね。うん。よしよしよし。まずこれで1個ね。まあ、滑空打もね、そこら辺にいっぱいいると思うんですけど、まあ、僕が一番よく見かける滑空打はこの滑空打なんで、取りましょうか。はい。いいね。あっさり。あ、ちゃんとね、角まで入ってるからね。あ、いいじゃないですか。お、結構芸術点高いですね。あっさり取った割に。よしよしよし、次次。まあ、皇帝ヒグマは、こいつですよね。ええ、もう散々、まあ、また、紹介しますけど、はい。まあ、ルピー集めには一番もってこいのね、ヒグマなんでね。もうかっこいいできれば真ん前から撮りたかったけどな。ああ、まあいいや。よし、じゃああと一つ。よし、じゃあまあ、スタルヒロックスといえばこいつなんでね。あ、もうこの状態でいいのか。お、じゃあ、真正面から撮らせていただきます。よし。でかい。これでスタルヒノックスって判別つくんですかねこれでいいんですかね。よし、まあいいや。よし、じゃあ戻ろう戻ろう。おい、戻ってきたぜー。ゲイラ主人はい、じゃあとりあえず、今取った、4つ、順番にね、出していきましょう。あれですね、なんか最後に、全部ね、揃ったら、デザインとか見ていきたいですね。はい。うん、よし、滑空打の記事。じゃあ2つ目。よいしょ。なんかこういうのをコツコツやってる。あ、かわいい なんかコッコよく見るとかわいいね。目クリッとしててね、うん、なんかこういうのやってるとなんかもう終盤も終盤だなって感じしますね。完成だし、コッコの記事。俺コッコにしようかな、変えちゃおうかな。なんかもうずっとあれだったんですよね、チュチュのね、なぜかね。出た。そう、変えるのありだな。なぜだしー。え、なんか汚れてない？よどんでない？わ、ちょっと後で見るの楽しみだな、最後に。はい。で、ラスト1個が、あれ？あれ？あれ？皇帝、あれ？え？ちょっと待って、え？あ、ヒグマ違い？もしかして。あれ？あ、ヒグマち、クマ違いだ。あ、ああ。マジか。クマおらんぞ。え？あ！ちょっと待って。待って待って待って。いたいたいた。いた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 。いた、あー、皇帝グマだ。いたいた。こんにちは、クマさん。ちょっとクマさん、はい、取るよー。はい、ちーいったーちゃいって。あー、やめて、しゃ、あーあーちょっと、ちょっと待って、写真撮れてないんだけど。ちょっと、そんな。おい、やりやがったな、チューリー、お前。取れてねえんだが、写真と、嘘だろ、マジか。あ、いた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 、クマいた、クマいた。昭和、こういうことなのか。なんか、雪山の近くの森にいる的なね。ちょっと待ってね。はい。あ、いた。うっこれは、これは取れてるんですか。これは取れた、あ、取れてる。よし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 、取れてる取れてる取れてる。で、いって。はい。あー、よしよしよし。これで、これでいい、これでいい、これでいい。ちゃんと、ちゃんとカメラ目線くれたしね。よし。じゃあね、バイバイ。帰るよ。いやー、大変だったな。写真一つ撮るだけこんな大変だとは思わなかったわ。とりあえずクマ見せまして、でね、二つ足りないみたいな話してたと思うんですけど、残り二つが判明しました。はい。はい。でですね、まあ、そのうちの一つが、
あ、クマさん柄かわいいな。今かわいかったな。黄色かったな。カバンダの看板を全部立てるっていう。なんかそういう、なんかね、あれがあるんで、ちょっと今度それを、やりに行きたいと思います。はい。でですね、カバンダって全部で81体おるねんって。ね、81体いるんですって。いや、多いなと思ってたんですけど、まあ、大体ね、コログとか集めるのと一緒にやって、大体半分ぐらい、もう見つけてましたんで、ちょっとある程度間引きして、残りあと10体ぐらいにしたんで、ちょっと面白そうなやつをちょっと動画にできたらな、というふうに思ってます。はい。出ましたね。縦型。縦型ってさ、珍しくないですか？こいつだけか、もうあと一体いたかどうかぐらいですよね。とりあえず、真面目にやりましょうかね。最後なんでね。すっごい真面目にやった。久々に。すげえ。なんだこの安定感みたいな。はい、せーの。はい。でもちょっと傾いたな。これぐらいだったら許容範囲内か。オッケーオッケーオッケー。よしよしよし。じゃあまあこんな感じでね、やっていきたいと思います。微妙に傾いた感じになっちゃう。まあなんか登りみたいでいいですけどね。うん。よしよし。じゃあとりあえずこれを、なんかすごい豪雨だけどね。あと、10体ぐらいかな。残ってますんでね。やっていきますね。はい。ゴーゴーキノコおにぎり。あと、こいつっておにぎりしかくれないんですよね。うん。なんでこんなおにぎりばっか持ってるんですかね。お前はなんつうところで看板持ってるんだ、マジで。誰が来るんだよ、こんなところ。こんな火山の。こんな重複で。何のための看板なんだ、マジ。こういうこと？これでいいの？こんな簡単でいいの？超適当なんですけど。うん。あ、いいんだな。全然いいんですね。裏からだから何もよくわかんないけど、まあ、これでいいならいいや。なるほどね。まあ、重さをね、しっかり安定させればよしって話ですよね。いや、いい朝焼けだ。おにぎり山の上の朝焼けだ。メラメラ肉おにぎり。美味しそう。肉巻きおにぎりはね、みんな大好きですから。嫌いな人いないですから。オッケー。なんじゃここ。なんで？なんかあれですか？標識みたいな感じに立てたかったんですかね。まあ、大体あれですよね。皆さんこうやってさ、適当に浮遊席あげてさ、こんな感じにしますよね。途中からめんどくさくなって大体こうなりますよね。もう僕も半分以上これでね、抑えてましたけどね。便利すぎるんですよ、浮遊席が。どう考えても簡単だもん、これが一番。で、これが多分最善解だしね。うん、最適解。うん、おいいんじゃないですか。まあちょっととりあえずこんな感じかな。よしよし。じゃあちょっとあとは、最後の一個までちょっとガッと飛ばしていきましょうかな。エレキ山菜おにぎり。馬宿宿泊券。よいしょ。はい、来ましたね。多分こいつがラストの一体ですね。板吊るすタイプね。オッケー。よいしょ。どう？こんな感じでいい？カバンダさん。カバンダさん、すいません。こっち向いていただいていいですか？ちょ、いい加減にしてもらっていいですか？もう。いい加減学習してもらっていいですか？81体いるんですよね、あなた。81回勉強しないのはちょっとさすがに僕もブチ切れますけど。天才とかじゃなくてさ。うん。よし、OK、立ったな。OK か。これでいけたか？大丈夫か？はい。君のおかげでしっかり固定することができたよ。もう僕の支える必要なんてないなんて素晴らしい。はい。20ルッピー。一仕事終えて、頑張りキノコおにぎり。お礼をしたい。煙だけ。はい。これで他の場所に看板を立てに行けるぞ。ん？あ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 ？よかったよかったよかった。まだあんのかと思ったらびっくりした。ここが最後の看板だった。
ついに全ての看板を立て切ることができたぞ。ありがとう。これも君のおかげだよ。えのきだ社長じゃなかった。看板を立たせるのにこんなにも協力してくれるなんて、君もえのきだ社長をかなり崇拝しているということだね。いや、そんなことないですわ、全く。任天堂のことは結構崇拝してる自負はあるけど、えのきだ社長を崇拝する人はこの世になかなかいない。カバンだ、お前ぐらいだな。うん。まあ僕にはかなわないけどね、知らねえよ。勝手にしろよ。そんな君にとっての、とっておきのプレゼントをあげるよ。きっと気に入ると思うよ。あ、出ましたね。カバンだ、お手製の生地。お手製なのか、お前が作ったのか、そうなのか。よし、市から村に帰って、えのきだ社長に報告だ。お？市から村に行けと。ついでだから、まあ行くか。うい、戻ってきたぜあれなんですけど、市から村にカバンダいなかったんですけど、どういうことなんですかね。はい。あ。あ、あ、いいのか。あ。そっか。あ、生地できてるから、これカバンダね。か、どういう、あ、あ、そういうこと、あ、カバンダと、あ、えのきだのね、あ、キモいな、カバンダ。なんか、しかもなんか、この、なんか手でさ、なんか、リーゼント持ってない？え、めちゃくちゃキモいんだけど、カバンダ。何こいつ。コログの生地かわいいよね。これ普通にさ、なんか、ニンテンドー東京とかに売っててもさ、買うよね、多分。結構買う人いませんか？こう、ブランケットみたいなのあったらね、いいよね。そうですね。とりあえず、あと1個になりましたね。OK ですね。はい。で、ラスト1個がね、またこれも結構大変なんですよ。いざ研究所。